こんにちは、こんばんは、赤尾です。本日は、キャンプにまつわる怖い話、お送りいたします。では、早速。Here we go. 高野くんと知り合ったのは高校2年生の時、彼が自分の高校に編入してきた時だった。高野というのは本名でなく、自己紹介の時に担任の先生がなぜか名前を言い間違えて、高野くんと紹介し、それに被せて彼が、どうも、高野です。と言ってクラスで受けたため英語高野くんがあだ名となった。性格は何とも表現が難しいんだが、明るいバカキャラかと思いきや、意外と大人っぽくて落ち着いたような、少しミステリアスな雰囲気もあり、当初は女子からもクール、たまに気味が悪い、と評価は分かれていた。そもそもうちの高校に編入ということ自体が珍しかったので、なんとなくみんなから気になる存在ではあったし、どちらかといえば大半の人からは好感を持たれていた。高校2年の夏に、みんなでキャンプに行こうという話になり、高野くんも誘って男子7人で1泊2日で行くことになった。このキャンプでの出来事は自分にとって忘れられない記憶になった。また、高野くんがどんな人か分かった思い出でもある。当日は友人 A の親がみんなが乗れる大きな SUV 車で送り迎えしてくれることになった。キャンプ場は他にはあまり人がいなくて快適だった。森の中だけど大きな浅い川が流れていて雰囲気も良く、天気も良く、テンション上がった。A の親や A、B をはじめキャンプ慣れてしているメンバーでせっせとテントを張ってくれて、自分はちょっと手伝った程度ですぐに完成。二つテントを張り終わると A の親は一旦車で帰宅して、明日また迎えに来てくれることに。午前中のうちに川でみんなで遊んだりフリスビー投げたり遊びほうけていたのだが、ふと高野くんが不自然にぼーっとしたり、一人でテントに戻ったりしていたのが気になった。なんかあった？いや、日差しが強くて。ああ、みんなみたいに川で頭も濡らしちゃえば？そうね。ちょっと休んでから。特にそれ以上気にも留めなかった。昼は雑に買ってきたお菓子やおにぎり程度で済ませて、夕方になる前から早々にカレーを作り始めた。高野くんも含めみんなで協力してカレー作りの最中だった。カレーなんだけど、管理人さんがいる小屋があるでしょ？あそこで食べない？と提案してきた。え、なんで？せっかくキャンプまで来たら外で食べるっしょ。逆に外以外で食べたことないわ。大雨とかなら仕方ないけど天気もいいじゃん。ああ、そうね。C や D もみんな外で食べたいというような意見を言っていて結局外で食べることになった。なぜ高野くんがそんな提案をしたのか？まだこの時は分かっていなかった。思いのほかカレーは高野くんも外で明るく食べていた。さっきまで元気がなさそうだったが大丈夫そう。その後は一つのテントにみんなで入ってトランプ。狭いけどそれもなんだか楽しかった。ところが、途中で突然高野くんがトランプを置いて無言のままテントを出て行った。あれ、どうしたんだ？トイレか。無言でスピーディーに行ったからもうギリギリだぞあれは。というとみんなテンションも上がっているせいかお笑い。気にせずトランプを続けた。だが、30分ほど経過しても高野くんが戻ってこない。ちょっとトイレ見てくる。と言って高野くんをトイレに探しに行った。空は星が綺麗だったが辺りは真っ暗。懐中電灯なしでは歩けない。トイレには誰もいなかった。どこへ行ったんだ？戻ってきてもう一つのテントを覗いてみた。と、そこに高野くんがいた。わ、なんで一人でここに？みんなとトランプしていたのになんでいきなりいなくなっちゃったの？高野くんは片膝を立て、体育座りを崩したように足を伸ばして座っていた。懐中電灯もつけていない。ああ、ごめん。ちょっとね。なんというか訳ありな感じを察した。なんかいろいろ黙っている感じだけど、どうして？しばらく沈黙だった。黙っていなくなるのはみんなに迷惑、という意見もあるかもしれない。ちょっと良心をつついてみる。話しても信じてもらえるものでもないから困るんだよね。話してくれないと信じようもない。なるほど。そうね。当時の細かい会話は覚えてないけど、だいたいそんなやりとりをした後に高野くんは話し出した。霊って信じている人？霊？ああ、幽霊ね。あまり信じてないけど、いないことも立証されてないからなんとも。見えるんだよね。
小さい頃から。なぜかわからないけど。別に信じるとか信じないとかでなく、ただ真剣に話しているので俺も真剣に聞いていた。午前中、川の向こう側に女の人がいた。なんとなく20代ぐらいかな。話によると、その人の格好は普通の帽子や長袖やらで、キャンプに来る格好そのものの女性にしか聞こえなかった。それって、単にキャンプに来ていた別の人では？確かに川の向こうは森が茂っているけど人がいないわけでもないだろうし。なんというか、違うんだよね。いや基本的に見た目は普通の人と大して変わらないんだよ。でも違うんだ。例と普通の人の区別はつくんだ？ああ、わかる。たまに紛らわしいのもいるけど。しかもあれは全身濡れていた。歴史かも。濡れているやつもいるんだ？いや、大体普通なんだよね。濡れているのはむしろ初めて。とても嘘をついている感じがしなかった。外は真っ暗。こんな薄くて頼りないテントしかない状況。友人が近くで騒いでるとはいえ、森は広くて暗くて静かだ。霊など類は信じていないのだが、聞いていて怖いと思った。午前中は川の向こうにいたのに、食事の支度をする頃に川のこっち側に来ていた。でも無視してた。気づいてると思われるとなぜか余計に近づいてくるんだよ、ああいうのは。俺は胸が高鳴っていた。怖い。カレーを食べている時にはいなくなっていた。だからほっとしていた。だけど、いなくなったわけじゃなかったんだ。いなくなって、ないの？怖い。怖い。でも聞かないわけにもいかない。最初の質問に戻るけど、なんでトランプの最中にこっちに来たの？あっちのテント。こちらを見ないで一点を見つめるようにゆっくりと話していた。突然、あの女が、入ってきた。テントの中に？あんな、狭いところに？背筋が凍るようにゾッとした。A と B が隣り合っていたでしょ？あの二人の間に覗き込むように。どうしたら、いいの？追い出せるの？俺は霊媒師とか研究家じゃないから正直わからないんだよね。確認、した方が。みんな、ほっとけないし。そうか。確かに心配だよね。でも自分が覗くとついてきちゃうと思うんだ。余計に。俺が見るしかないかな。できそう？行くならとにかく近くにはついていくよ。本当は逃げたかった。いや、車もないしそもそも逃げるところなんてない。友達は見捨てられない、と見栄を張っているだけだと思う。本当は怖かった。隣のテントはわずか数メートル先。ゆっくりと近づいた。一歩ずつ。心臓が高鳴る。鷹野くんは俺のちょっと後ろについてきてくれた。俺は友人のいる、霊のいる、テントをゆっくりと覗き込んだ。だが、俺には友人たちの姿しか見えなかった。少し、ほっとした。お、どうした？鷹野くんは？ああ、疲れたみたいで隣のテントにいて。さっきさ、こいつが証言漏らしやがってさ。違うだろ、お前だよ。見てくれよ、俺の服びしょびしょにされたんだよ。ポカリこぼしやがって。こぼしてないよ。俺の肩だって濡れてんだから。血の気が引いた。A の右肩と B の左肩が濡れていた。鷹野くんはやはり嘘をついてない。怖くなって無意識の中、慌ててテントの入り口から後ずさりした。恐怖で頭が真っ白になってしまった。その時、突然、俺の右腕を力強くぐっと掴まれ引っ張られた。うわ。と叫んだ。見ると鷹野くんだ。鷹野くんが俺の右腕をいきなり掴んだまま強引に引っ張り回すように力強く歩き出した。え、な、なに？無言で鷹野くんはスタスタと歩き続ける。競歩の選手のように力強く速く。どこへ向かっているのか？トイレの方？混乱した。この先に何かあるのか？そうは思えない。鷹野くんはどうしちゃったんだ？どこに行くの？何なの？どうしたの？だが、途中で何が起こっているのか、自分も気がついた。まさか。次の瞬間、俺の背中がコップの水をぶちまけられたようにびしゃりと濡れた。霊が、ついてきている。もう気絶寸前なぐらいパニックだった。鷹野くん。歩こう。鷹野くんはなんとか霊を振り払おうと俺を引っ張ってきたのだ。俺には見えない。いや、正確には怖くて一度も振り返っていないから見てすらいない。
だが背中の冷たくなった感触は疑いようもない事実だ。それに霊感のない自分でもわかる。何かが間違いなく後ろから来ている。時間の感覚がわからなくなっていた。もう数十分も歩いたような、実際には数十秒だったような。そしてちょっとした上り坂を上り切った瞬間だった。突然、高野くんが足を止めてバッと振り返った。帰れー。とんでもなくでかい声で怒鳴った。びっくりして俺は腰を抜かした。尻もちをついてそのまま立てなくなった。すると高野くんは肩で大きくため息をついた。よかった。帰ったわ。え？怒鳴って霊を追い払ったようだ。そんな、方法があったの？そうなんだ。はぁ？もう腰が立たないまま体に力が入らず地べたでぐったりした。いや、過去にうまくいったこともあるけど、逆に怒らせることもあって、一か八かだった。高野くんもぐったり疲れたようだったけど、ははっと小さく笑った。その後は何事もなかったようにテントで友人たちと休んで夜が明けた。霊の話は友人には一切しなかった。ここでは書かないが高野くんは霊が見えることで、嘘つき呼ばわりされたり嫌な過去もあったので俺もあえて言わないことにした。その分、高野くんとは仲良くなった。塩があれば撃退できたかもね。いや、塩は本当に全然意味ないから。昔民家の玄関に森塩があったけどその横でおっさんの霊が座ってたし。マジかよ。お経は高野くんが唱えたこともあるけど効果があったことはないらしい。でもちゃんとした人がやれば違うのかも、とか。お札はいろんなものがあるから全然わからんとかいろいろ話が面白かった。しかし、あのキャンプの恐ろしい体験を今でも忘れることができない。知人の一人に、アリサって子がいる。アリサは高いところが好きで、東京タワーとかのガラス張りの床に立つのは朝飯前で、バンジージャンプやジェットコースターなんかの絶叫系も大の得意。でもたった一つだけ、吊り橋だけはどうしてもダメなんだと言っていた。理由を聞くと、信じられない話かもしれないけど、と言って、私にこんな話をしてくれた。アリサは当時社会人3年目。会社で担ってたプロジェクトが無事成功し、上司の計らいで、プロジェクトチームの人間は特別休暇をもらうことができたそうだ。すると、プロジェクトリーダーの川名さんが、ねぎらいも兼ねて一日キャンプに行こうと提案した。川名さんはキャンプが趣味で、平日なら空いてるだろうし、少々顔の利く場所があるということだった。調べると、そのキャンプ場にはアスレチック施設もあり、吊り橋からバンジージャンプもできると知って、アリサはやってみたいとその話に飛び乗った。結果チームの全員、合計10人でキャンプに向かったそうだ。キャンプ場は、都内から車を高速道路で2時間ほど行った先の、河川敷と山麓の間にあったという。広大な敷地の中には宿泊施設はもちろん、ちょっとした温泉も備わっていて、事前に見たネットの口コミも上々。そのせいか平日にもかかわらず、家族連れや大学生の団体が来ていて賑わっていたそうだ。河川敷の向こうには、快晴の中そびえ立つ大小様々な山脈が見える。こんな絶景の中キャンプできるんだ、と、着いた当初はかなりテンションが上がっていたのだが、しばらくしてスタッフが一人やってきて、マイクロバスに乗るように言ったそうだ。そして車に揺られること10分、アリサたちが案内されたのは、家族連れや学生がいたメインのキャンプ場から離れた、周囲に木々が生い茂るだだっ広い空間で、住人で使うには広すぎるほどの敷地だった。川名さん曰く、本来は林間学校や修学旅行といった団体用の場所で、利用料も決して安くはないのだが、オーナーの好意もあって、負けてくれたのだそうだ。ガヤガヤしたとこよりもいいでしょう？そう川名さんは自慢げに言っていたが、あたりは高い木々のせいで薄暗く、加えてさっきと比べるとあまりにも静かすぎた。何もここまで、と思ったが、改めて地図を確認すると、アリサの一番のお目当てであるアスレチック施設に最短で行けることが分かった。キャンプ当初はまだ残暑厳しい頃だったこともあり、日陰で涼めるし、小川の水も冷たい。喧騒からも離れられるし、まあいいか。そう前向きに捉えることにしたという。実際、テントを張ったりなんだりと、いろいろと準備をしているうちに、広さも静けさも大して気にならなくなったそうだ。一通り準備が終わると、
バーベキュー用の買い出し係を除いて自由時間になり、早速アリサは同僚の片岡くんと鶴川さんを誘って、アスレチック施設に向かった。車道脇の山道を30分ほど行くと、アスレチック施設の看板が見え、流行る気持ちを抑えつつ足を踏み入れた。だが、目の前に広がる光景に、アリサたちは目を疑ったという。そこはアスレチック施設というよりも、錆びて古びた遊具がそこら中に転がった、錆びれた公園と言っても過言ではないような場所だったそうだ。周囲を確認すると、一応利用できそうなものもあるが、スタッフがいないと使えない感じのもの、ターザンみたいにロープに捕まって、スライドして移動するやつ、とかがほとんどで、肝心のスタッフは愚か、アリサたち以外に誰の姿もない。荒涼とした風景に、ネットに載ってた写真と全然違う。と、かなりげんなりしていたのだが、鶴川さんが。ねえ、あれじゃない。バンジージャンプ。と言って奥を指さした。見ると、アスレチックの遊具が両側に並ぶ通路の先に開けた空間があり、近づいていくと、ザーッという川の音とともに一本の吊り橋が現れた。おーすげーっと吊り橋に駆け寄って下を見ると、川と橋の間は優に200メートルほどはあるんじゃないかという落差。周囲に漂う霧が、さらに雰囲気を醸し出していた。やったじゃん。バンジーできるね。おわ、めっちゃ怖。アリサマジで飛ぶの？まあ、これぐらいの高さはやったことあるから、余裕っしょ。と盛り上がっていたのだが、しばらくして、みんなあることに気がついたそうだ。スタッフ呼ばないとできないんじゃね？と。近いとはいえ、キャンプ地からここまでは徒歩30分。そこからさらに、スタッフが常駐しているメインのキャンプ場までは、プラス20分は余裕でかかる。管理人室の電話番号、私知らない。俺も聞くの忘れた。川名さんに電話しよう。待って、ここ、電波ないっぽい。3人ともシーン、と黙り込んだ。だが、ってことは、直接管理人室に行かなきゃってことか。そう片岡くんが言うと、アリサと鶴川さんは同じタイミングで片岡くんの方を見た。行ってこいと言わんばかりに。片岡くんは察したのか。俺、行ってくるわ。と言って、来た道を引き返していった。片岡くんが引き返している間、アリサと鶴川さんは吊り橋の前で他愛のない話をして待っていたそうだ。そして会話の途中、鶴川さんがふと気づいたようにリュックの中を漁り始めたかと思うと、あったあった。と言って何かを手に取った。それは双眼鏡だった。キャンプ場付近は、夜になると星がよく見える絶好の天体観測スポットでもあり、それを知った鶴川さんはわざわざ買ってきたそうだ。これで川底とか見てみたい。でも橋渡るのはな。私高いの苦手なんですわ。私行こうか、バンジージャンプの場所、事前に確認したいし。マジ？じゃあさ、ちょっと行けるとこまで行ってみてよ。私、ここから双眼鏡でアリサの姿がどこまで見れるかやってみたい。そんな話になり、アリサは早速吊り橋に足を踏み入れたそうだ。吊り橋特有のきしみや揺れのスリルを味わいながら、足を進めていく。橋の真下では、岩肌を削るように川が勢いよく流れているのが見えた。橋のあたりは薄い霧が漂っていて前方はよく見えないが、ひんやりとした空気が心地よく感じた。途中振り返って、おい。と、橋の入り口に手を振ると、鶴川さんが双眼鏡片手に手を振り返す。橋桁には距離が1メートルごとに書いてあり、アリサは5メートル進むごとに手を振っては進み、送り返した。よく見ると、橋桁や手すりは修復が行われたのか、ところどころ木材やロープが結構新しく感じられた。橋だけはボロくない。アスレチックでやってるのは、バンジージャンプだけなのかな？と、アリサはその時何の気なしに思ったという。そして、いよいよ20メートル付近、橋の真ん中の、バンジージャンプ地点に近づこうという時だった。振り返ってみると、鶴川さんの姿はだいぶ小さくなっていた。うおーちっさ。てかいつの間にこんなに来てたんだ。と思いながら、再び鶴川さんに向かって手を振った。だが、鶴川さんは、手を振り返してこなかった。霧がかかってはいるが、視界はそんなに悪くない。その証拠にこちらからは橋の入り口がよく見えた。あれ、双眼鏡でもここまでが限界なのかな？とアリサは少し目を凝らしてみると、橋の入り口に見える人物は、鶴川さんではなかった。
その人は肩ぐらいまで伸びた黒髪を下げ、全体的に白い服を着ていた。そして直立不動で、アリサの立っている端の方を見ていたそうだ。その時点では、まだはっきりと性別はわからなかったが、アリサ曰く。感覚的に、なぜか男だって思った。という。もしかして片岡、こっそり戻ってきて、驚かそうとしてんのか？とも思ったが、片岡は180センチと長身。男の背丈はそこまで高い感じはしない。キャンプ場のスタッフはもっと登山向けのアウトドアな格好をしていたし、それに、こちらに全く声をかけずにじっと突っ立っているなんて妙だし。なんでこんなところに、何も持たずに裸足でいるんだ？そう思った瞬間、アリサは背筋が寒くなったそうだ。あの人、誰？そう思ったのとタイミングを同じくして、足元に揺れを感じ始めた。男がこちらに向かって、橋を渡り始めたのだ。ぎし、ぎぎぎっと、一歩一歩踏みしめるかのように男がゆっくりと近づいてくる。距離で言えば、まだまだ離れてはいるが、しばらくすれば確実に追いついてしまう。そんな足取りだった。知らない男がこっちに来る。逃げなきゃ。でもどこに？橋を渡り切ってもいいが、一体どこに繋がっているのか、土地勘がないからわからない。それに、どっちにしろあの男がこっちに来るのは目に見えている。アリサの心には、さっきまでのスリルを味わう余裕はなくなっていた。代わりに焦りが押し寄せ、足がすくんで歩けなくなってしまったそうだ。その間にも、男との距離は少しずつ縮まっていき、とうとう、目を細めなくても姿を確認できる距離まで来てしまった。そして、男の姿を見てアリサは震え上がったそうだ。白い服装の正体は、ボロボロになった白装束で、肩まで伸びた黒髪は、ザンバラになった武士の髪型そのものだったという。しかも、一歩一歩足を運んでいると思っていたのだが、男の両足は縄のようなもので縛られていて、全く動いていなかった。腕をだらんと下げ、顔は髪がバサバサとかかっていて表情はわからないが、とにかく体が橋桁から少しだけ浮いていたのははっきりとわかったそうだ。1ミリも足を動かしていないのに、橋桁を歩くような揺れだけは体感している。この世のものじゃない。そうわかった途端に体中が震え、とうとうアリサはその場にへたり込んで、立ち上がれなくなってしまったという。先ほどまでの涼しく心地よい空気は、重く湿った生ぬるいものへと変わっていた。それも、男が近づけば近づくほど、その空気がドロドロと体中にへばりつくような感覚になっていく。アリサは得体の知れない恐怖で声も出せなくなり、ただただ後ずさりし続けていた。しかし、ずるずると体を動かしているうちに、ふと頭の中である考えが湧いたそうだ。飛ぼう。川に落ちても、頑張って泳げば助かるかもしれない。一か八かにかけよう。と。それからアリサは震える手を何とか必死に動かして手すりをつかみ、ガクガクする足をどうにか立たせた。その時、男の姿はもうすぐそばまで迫っている気配がしていたそうだ。次第に生ぬるい空気だけでなく、何か、まるで生ゴミのような匂いまでが漂ってきて、少し吐き気までしたという。手すり越しに橋の下を見る。遥か下で、川がゴーゴーと流れている。手すりに足をかけ、男の姿が視界に映らないように目をつむった。もう行くしかない。しかし、次の瞬間だった。やめろー。耳をつんざくような、男の太い叫び声が響き渡った。絶叫に驚き目を開けると、アリサのそばには、いかにも山男といういでたちの、初老の男性が険しい顔で立っていた。早く、こっちへ来なさい。そう言って、アリサの前に詰め寄った。アリサが手すりから手足を離すと、男性は続けざまに切羽詰まった口調で。とにかく戻るぞ。と言って、手に持っていた命綱とフックをアリサの体に結びつけた。周囲を見回すと、白装束の男も生ぬるい空気も、変な匂いもいつの間にか消え、橋の周辺には以前のように霧がかかっていた。男性の後についてゆっくりと橋桁を渡り、来た道を戻った。恐怖から解放され安堵したのもつかの間、橋の入り口に着くなり、アリサはいきなり男性に腕を引っ張られ、やや乱暴に広場に投げ出された。え？とびっくりして固まっていると、男性は険しい顔で。バカモンが、どうやってここまで来た？どうやって入った？と強い口調で言ってきたという。アリサは、地図の通りにここまで来たと言ったが、
そんなことできるはずない。と一蹴され、さらには、警察に突き出すことも考えている。とまで言われたそうだ。わけがわからず鶴川さんと片岡くんの方を見ると、彼らは顔が青ざめて何も答えられない様子で、鶴川さんに至っては震えて半泣きだったという。男性はこのキャンプ場のオーナーで、市街まで買い出しに行く途中、道路脇を歩く片岡の姿を見つけ、吊り橋のことを聞いてここまで来たそうだ。そして吊り橋の前まで行くと、橋に向かって叫ぶ鶴川さんと、今にも飛び降りようとするアリサの姿を発見した。と。それがどうして警察に突き出されることになるのか。混乱していると、片岡くんと鶴川さんが口を開いた。彼女の言う通りなんです。俺たち、地図に、案内板に沿って歩いて、そしたら普通に入り口が見えて、信じてください。不法侵入しようとしたんじゃないんです。吊り橋でバンジージャンプできるって言うから来て、そしたらこの橋があったから、これだって思ったんです。だからあんなことになるなんて思ってなくて、ごめんなさい。彼女が、アリサが飛び降り自殺しようとしたなんて、信じられない。鶴川さんはそう言うと、泣きじゃくってしまった。不法侵入？自殺？何のことか全くわからない。しかし、二人の様子を見る限り、ふざけているなんて到底思えない。オーナーはまだ険しい顔をしていた。そして、今度は、お前はどうなんだ？とでも言うようにアリサの方を見てきたそうだ。二人の言ってる通りです。地図に沿ってきただけです。でも来てみたらこんなボロボロだし。でも吊り橋があったから、できるかどうか確かめようと思って、自殺なんてしません。バンジージャンプできるってネットに書いてあって、それで来ただけなのに、しかも変な、ボロボロの白装束の男の人が向かってきて、だから川の方に落ちようと思って、不法侵入って、一体何のことですか？頭が混乱し、さっきの不気味な光景が蘇って口が震えたが、アリサはなんとか必死に訴えたそうだ。しかし、アリサの話を聞き終わると、オーナーは、本当に、本気で言ってるのか？とつぶやくように言ったそうだ。そして三人はうなずいたのを見てしばらく黙り込んでから、入り口を見てみろ。と、うつむきながら入り口を指さした。アリサがオーナーの指さす方を見ると、アスレチック施設の入り口は、2、3メートルはあるだろう高い工事用フェンスで囲まれ、人一人入る隙間もなかったそうだ。目の前の光景に目を疑った。なんで？来た時こんなものはなかった。なんで？ここはな、10年前にとっくに閉鎖したんだ。君たちの言うアスレチックの場所も、バンジージャンプの場所も、こことは真逆の方向だ。以前は確かにここも使われていた。だがな、事故が絶えず、閉めたんだ。遊具を買い替えても、修繕もした。信心深くはないが、それでもやらないよりマシだろうと思ってお払いも受けた。だが、ダメだった。だが、どこからともなく噂を聞きつけて、不届きな奴らがフェンスを乗り越えてきちまうんだ。それで、必ず吊り橋を渡ってしまう。引き込まれるように。そこまで話した後、オーナーは再び険しい顔でアリサたちの方を見た。そして、これまでに5人も、飛び降りて死んだんだ。原因は不明だ。だが、一緒に来てた奴らが、みんな一様に声を揃えて言うんだ。不気味な姿の男を見た、とな。アリサは背筋に氷を入れられたように感じた。私はいつの間にか、あの白装束の男に引き込まれていた？今回は君たちの言葉を信じて、なかったことにしてやる。外に車を待たせてあるからそれに乗って帰れ。俺はここでやらなきゃならねえことがある。君たちがここまで入ってきてしまった以上、どこにほころびがあるか、確かめないといけねえからな。オーナーはそう言って、フェンスの鍵を開けてアリサたちを外に出した。そしてアリサたちは、オーナーが無線で呼んだ他のスタッフの車に乗って、キャンプ場へと戻った。オーナーの言う通り、アスレチック施設はメインのキャンプ場の、温泉場の近くにあった。施設は家族連れで溢れ、子供たちがあちこちではしゃぎながら遊んでいる。バンジージャンプも、専用の高台が備わっていて、飛び降りるたびに悲鳴と笑い声が周囲に響いていた。どうする？と鶴川さんに聞かれたが、アリサは飛ぶ気力がなくなってしまい、やめてしまったそうだ。
そして結局、アリサはその日の夜バーベキューを食べた以外他のレジャーは一切せず、夜も眠れぬまま、翌日帰路に着いたという。その後、アリサはそのキャンプ場には一度も足を運んでいないそうだ。キャンプにも誘われることはあっても、吊り橋での出来事があってから遠慮しているという。私はアリサの話を聞いて、ある疑問が湧いた。バンジージャンプって吊り橋でやるかな？そんな足場が安定しないところで？と。そのことをアリサに聞くと。私もさ、当時は気が動転してたから、全く考えられなかったんだけど、帰ってきてから気づいて。普通あんな場所で飛ばないよね。なんで、バンジージャンプできるって思っちゃったんだろ。やっぱ、引き込まれてたとしか考えられない。と言っていた。さらに、あのことがあってしばらくは、白装束の人の姿が頭から離れなくてさ。もし夢に出てきたらって思って怖くて、本当にメンタルがやばかったんだ。それで、その会社辞めて、今のところに再就職したの。とも、アリサはキャンプ場での出来事が気になって不眠や神経過敏に悩まされ、知り合いに紹介してもらって、一時期病院にも通っていたという。そして、通院しているうちに通院患者の一人と仲良くなり、その人の勧めもあって、あるお寺に行ったそうだ。一連の出来事を話すと、住職からは、特に悪い気は感じない。おそらく見たものは自爆霊のようなものだろうから、よほどのことがない限り取り付くことはない。と言われ、一応お払いだけは受けたそうだ。その後もアリサの宮周囲に何かトラブルが起きていることもなく、そんな話も聞いていないという。そして今、アリサは転職先で元気に仕事に励んでいて、白装束の男の姿も、だんだんと記憶から薄れてきて安心している、と話してくれた。アリサから話を聞いてからしばらくして、私は仕事の関係で郷土や歴史学の専門の男性と知り合った。そしてふとアリサの話を思い出して、もしかしたらその土地のことがわかるのではと思い、アリサの名前は伏せて試しに聞いてみた。すると男性は興味を示してくれて、後日調べた結果をメールで送ってくれた。男性からのメールには、現在キャンプ場のある場所から林県にかけて、大昔に戦場になった記録が文献にあり、もしかすると現在のキャンプ場のあたりまで負けた軍の兵士が逃れ、そこで落ち武者狩りか何かがあったのでは？と。そして両足を縄で縛られていたのは、敵の兵士に捕まって身動きを封じられ、処刑で川に落とされたとか、そういうことかもしれない、と。白装束は、儀式的な意味合いよりも、単に鎧や着物の下に着ていた肌着のようなものだと思う、と書いてあった。男性はメールの最後に、やっぱ、科学の進んだ現代社会でも解明できないような、何かの念があったりするんだよね。まあむやみに近づかない方がいいよね、できれば。と書いていた。もし古戦場跡で落ち武者狩りがあった、というのが答えだとして、どうしてもわからないのは、なぜアリサたちは、フェンスに囲まれた旧アスレチック施設に入れたのだろうか、ということだ。アリサは、フェンスなど見えず、入れた。と言っていたが、アリサの話を信じていないわけでは決してない。だが、もしもアリサたちの記憶から、フェンスを乗り越えたという部分だけが抜けていたとしたら、本当はフェンスをよじ登って乗り越えていたとしたら、憶測に過ぎないが、もしかしたらアリサは、吊り橋を渡る前から引き込まれていたのかもしれない。皆さんも、旅行先ではどうぞお気をつけください。以前から私は 200cc のオートバイを使って、山中の林道をツーリングしたりキャンプをしたりするのが好きでして、連休などを利用して、信州や奥美の、東三河あたりをよく走り回っておりました。林道というのは主に林業関係者用の作業道で、一般の人が頻繁に通行する道路ではなく、そのためあまり人の手が入っておらず豊かな自然が色濃く残っており、オートバイで景色などを楽しみながらすこぶる開放的に走ることのできる、私にとってお気に入りのツーリング道路だったのです。林道のありがたいところは、とにかく人が来ないのでツーリング中に日が暮れそうになったら、道端に小さな空き地を見つけてテントを張り、すぐにキャンプできるという点で、もちろんそれを禁止している地域もありますが、このために私は登山用の小型キャンプ道具をツーリングバッグにまとめ、オートバイに積載していました。2005年の9月中頃だったと思います。
その日も岐阜の林道をかなり走って、夕方になってから、金山付近の国道256号線から、英知神社の横を南に入ってしばらく行ったところにある、ワイタニ郷キャンプ場という無料宿営地へ向かいました。ところが到着してみると、間の悪いことにそのキャンプ場が一時閉鎖中となっていたのです。仕方なく私はワイタニ郷から出て、英知神社を左に曲がって256号線を西に向かいました。道なりにほんの少し行ったところに、左に山を登っていく小さな林道の入り口があるのを知っていたからです。地図で見る限り、この林道は大きく西を回って山を越え、今度は東に屈曲して、やがてはワイタニ郷の道続きに出るようなので、その途中の山間部にキャンプ地を探そうと思ったわけです。林道に沿って山を登っていくと、簡易舗装されている道にもかかわらず、サッカーボール台の落石がゴロゴロしています。いかにも林道らしい感じです。雨量が激しかった時のものでしょうか、大量に水の流れた跡が道路上にいくつも残っており、小さな流木の残骸などが道路をところどころ通りにくくしています。オートバイでそれらをロイロイと避けながらしばらく直線を登り、山の斜面に沿った緩やかな右カーブを登ると、道はその先で小さなヘアピンカーブになっていて、山の斜面を逆方向に折り返して登っていくのですが、そのヘアピン部分の内側が3メートル ×10 メートルくらいの空き地になっていたのです。多分、自動車がすれ違うための対比所代わりなのかもしれません。国道から入ってまだ300メートルくらいしか登ってきていないと思うのですが、登山用の小型テントを張れるスペースとしてはなかなかいい感じです。もちろん他にもいい場所があるかもしれませんから、とりあえずそのまま走って100メートルほど行くと、やがて道の舗装がなくなり、石がゴロゴロのがれ道になりました。日も陰り始めたこともあり、先の空き地でキャンプすることに決め、元来た道を戻りました。空き地の比較的平坦なところにオートバイを止め、不意の地震などが起きた時のことを考えて、安全のためオートバイから3メートルくらい離してテントを張ることにしました。たくさんの雑草が固まって、根元がコブのようにうず高くなっていたりする部分や、大きな石が地面に顔を出しているところを避け、テント一張り分のスペースを見つけると、小石や雑草などをブーツのつま先で掘りのけて簡単に地ならしをし、登山用の小型ソロテントを設営します。作業が終わると、夕方の山中ということもあって辺りはもう暗くなってきたので、登山用のヘッドランプを頭につけて、今度は食事の用意です。携帯用バーナーで米を炊き、ジャガイモとミックスベジタブルとベーコンでブイヨンスープを作って食事を済ませ、コッヘルの蓋で大きめのソーセージを塩コショウで炒めたものをつまみながら、コンビニで買っておいたブラック日課のミニボトルをちびちびやっていました。ソロキャンプの醍醐味はこの時間です。木々の間から見上げる空には、都会では見ることのできない星々が輝いています。それは綺麗な星空なんです。私はこれを見るのがとても好きでした。やがて結構寒くなってきたことと、昼間のライディングで体が疲れていることもあって、2時間くらいですぐにテントに潜り込んでシュラフ、寝袋、に入り寝てしまいました。ここまではいつものツーリングキャンプと全く変わりはなかったのですが、この後私はちょっと不思議な出来事にあったのでした。どのくらいの時間が経ったでしょうか、ぐっすり寝ていたはずだったのですが、ある物音で目を覚ましました。ちょうど人がしゃがんで何か作業しながら横に移動するときに立てるような音、靴が土の上を、ザリザリ、ジャリッという感じでにじり動いているような音です。少しの間耳を澄ませていましたが、どうやら間違いなく人の立てている音のようです。なんだろう？山の管理人が私を調べに来てるのかな？この林道は立ち入り禁止にはなっていなかったはずだが、ひょっとしてキャンプ禁止だったか？いろいろ考えているうちに、ちょっと心配になってきました。それに不思議なんです。テントの薄いナイロンの生地越しに外の明かりが透けて見えていません。あたりが真っ暗のままなんです。つまり、外にいる人物は懐中電灯をつけずに作業しているということなんでしょうか？私はシュラフからごそごそ抜け出して、テント天井の内側に引っ掛けてぶら下げておいたヘッドランプを頭につけ、テントのファスナーを少し開けて外に顔を出しました。ヘッドランプの楕円の光の中に浮かび上がったものは、白っぽい作業ズボン、みたいなものを履いて、灰色の作業ジャンパーを着た、初老のおじさんのしゃがんだ後ろ姿でした。あ、どうも。声のかけ方がわからず、ちょっと間の抜けた挨拶を口にしてしまいました。
夜の山中で十分すぎるくらい静かなのに私の声が聞こえなかったのか、おじさんは答えずにしゃがんだまま作業を続けています。あれ?と思いましたが、ここで私はもう一つ違和感を感じていました。それは何かというと、そのおじさんが設営しているテントの位置です。アウトドア系の趣味のある人ならどこかでキャンプしたことがあるかと思いますが、テントを張るときには、他人のテントからは最低限いくらかの距離をとって張っていたのではと思います。隣のテントがあまり近いと、テントを地面に固定する針綱同士が干渉したり、お互いの寝息が聞こえたりして、あまり嬉しいことにならないからです。ところがそのおじさんは、私のテントから1メートル半くらいの位置にテントを設営しようとしてるんです。しかもこの位置では、私が止めたオートバイとのほぼ中間点になります。後から来たのに、わざわざそういうところにテントを設営する意味がわかりません。10メートルはある空き地なんですから、距離を空けて建てようと思えば他にいくらでも建てられるところがあるでしょう。これは変だなと思いながらも私はテント内でブーツに足を突っ込み、テントのファスナーを全部開けて外に出ました。そのおじさんの非常識さ?にちょっとムッとしたというのもありますが、なんといってもこの人に、こちらのテントの中にいるのは大の男なんだっていうのを見せておく必要がある、と思ったからなんです。テントの入り口に立ち上がった私を見るでもなく、黙々と設営作業を続けるおじさん。改めてそのテントを見てちょっと驚きました。今までに見たことのないタイプです。何本かのポールを交差させて構成しているらしい骨組みに、赤いフライシートをかぶせたような丸い形は、カテゴリー的にはドームテントで間違いないようなんですが、妙に縦に長めなんです。高さが結構あるというか、うまく描けませんが、ちょうどチューリップの花を伏せたような縦長のテントなんですね。どこのメーカーのものなんだろうと思いながら眺めたのを覚えています。メーカー名もどこかに書かれていたのかもしれませんが、まるっきり記憶にありません。まあそれはさておき、私がファスナーを開ける音とかブーツを履く音、テントから出てきた足音、すべて聞こえているはずなのに、そのおじさんはこちらを見ようともしません。単純に人と話すのが嫌いというなら、テントをこんなに接近させて設営するのもおかしな話です。とりあえずテントから完全に出てきた手前、いつまでもただじっと立っているだけというのも間が悪い感じがしたので、私は自分のオートバイの方に歩いてみました。ツーリングバッグなどの荷物はすべて下ろしてテントの中にあるので、オートバイには何も積載してはいないのですが、ざっと見たところオートバイ自体には異常はないようです。いやー、前にキャンプ中にオートバイの部品を取られたことがありましてねー。確かめるのが癖になっちゃってて、ついつい。はは。わざわざオートバイまで歩いた理由を、聞かれてもいないのに喋って予防線を張る私。おじさんは全く動じず、黙々と作業を続けています。意地の悪いセリフでちょっと刺激しすぎちゃったかな?とほんの少し後悔したりしたんですが、それにしても人がこれだけ喋ってるのに、一言も言葉を返さないっていうのはどういう要件なんだろう。とりあえず一言でも喋らせようと思った私は、そのおじさんのすぐ背後に立ちました。そしておじさんの後頭部から70センチくらいの距離まで顔を近づけました。こんな夜中まで山歩きされてたんですか?返事はありません。見たところ明かりをお持ちのようじゃないですし、大変だったでしょう?またも返事はありません。これはおかしい。私の第六感みたいなものがついに注意報を出しました。このおじさんの反応は普通じゃない。それに山の中に明かりをつけずにいるというのは、異常者とか犯罪者とかそっちの方かもしれない。途端に怖くなってきました。かといってこれだけのやりとりで、今から急にテントを畳んで帰り自宅というのも、少し神経質すぎる反応かもしれない。それがこのおじさんの異常な行動の引き金になってもまずい。そこで私の出した答えは、用心しながらテントの中で夜明けを待つ、というものでした。私はおじさんの様子をちらちら確かめながらテントに入り、ファスナーを閉めると、ツーリングバッグから小さなフォールディングナイフを取り出し、右手に握って座り込みました。5分くらいして、テントの外でおじさんの立てる足音が消え、ごそごそとテントの中に入っていった感じがしました。入り口横に置いていた腕時計を見ると、午前1時20分ほど。夜明けまではまだかなりあります。そこで私は用心しながら横になりました。シュラフの中には入らず、ジッパーを開けて広げたシュラフをただ上に被るだけにして、いつでも起き上がれるようにしていたわけです。辺りはとても静かです。
でも眠ったらまずい。外の音に神経を集中させながらずっと起きていました。夜の山が静かといっても、よく耳を澄ませるといろんな虫の音とか風の音がしています。決して静かではないのです。対照的に隣のテントは驚くほど静かで物音は全くしません。寝返りどころか、寝具の音、寝息の音さえ聞こえてきません。なかなかに不気味です。30から40分くらい経ったでしょうか、ふとあることに気がつきました。テントの天井部分がうっすらと明るくなっているような気がしたのです。まさか？私は頭の横の時計を取り上げてみました。午前4時50分ちょっと。頭の中が混乱しました。いくらなんでもこんなに早く時間が経つわけがありません。びっくりした私は音を立てないようにゆっくりと起き出し、テントの中でしゃがんだままブーツを履き、入り口のファスナーを開けて外を見ました。ごくうっすらとですが、木々の間に見える空が少し明るくなっているのです。空を見ると黒い星空から薄い紫になりかけな感じ。山の夜明けです。すぐに横を見ると例の赤いテントがありません。あれ？もう何が何だかわからなくなってきました。さっきは確かにここに赤いテントが張ってあったのです。私はすぐテントの中からヘッドランプを取り出して頭につけました。うっすら明るいとは言っても、まだあたりを十分に観察できるほどの明るさではないのです。ランプを点灯させると、私は自分のテントの周りからオートバイ、空き地の周りとぐるぐる歩き回って調べました。人っ子一人いません。ペグは打ち込んではいなかったと思いましたが、テントのフレームポールが地面につけたような跡もありません。というより、テントがあった形跡が見つからないのです。自分では少ししか時間が経っていないと思っていたのに、実際は3時間半も経っている。この結果から無理がないように推理するなら、自分は起きていたつもりでも、実際は3時間半も眠ってしまっていたのではないのかということ。そしてその間におじさんは、荷物をまとめてここを出発してしまったのではないか、という解釈です。でも私に気づかれないように静かにテントを撤収して立ち去ることが、果たして可能なんでしょうか。だが自信を持って断言できますが、自分は本当に眠っていた気がしていません。そんなことがあるのでしょうか？しかし時計は本当に3時間半も進んでいる。折りたたみの三脚椅子に座り込み、そのテントが立っていた場所をじっと見ながらしばらく考えていましたが、ふとあるものが目に入りました。雑草です。雑草が30から40本密集して根の部分がコブになって、地面から10センチくらい盛り上がっている箇所があるのですが、それが例の赤いテントの立っていたあたりにあるのです。私がテントを張る場所を決めるのにわざわざ避けた草コブです。あのテントを張っていたのですから、さぞかし寝転ぶのに邪魔になっていたはずです。私はヘッドランプでそれを照らしてよく観察してみました。するとあろうことか、草が一本も折れていないのです。テントのテープで押さえつけられて曲がった跡さえもないのです。これは明らかに変です。この直立した雑草の存在は、この場所にテントなど張られていなかったことを意味しています。私はもう訳がわからなくなってしまいました。しばらく三脚椅子に座ったままあれこれ考えていましたが、時間が経つにつれ、この不思議な出来事に行き合った感覚にだんだん慣れてきて、今度は度胸が座ってきました。自分でコーヒーを沸かして飲み、テントの片付けを始めました。昨日の予定では、今日はこのまま国道を西に向かって郡上から板取へ抜け、温泉にでも入って帰ろうと考えていたのですが、あれこれ考えながらオートバイで長距離を走るのも危険な気がしまして、結局、そのまま帰宅することになってしまいました。あれから8年経ちますが、今考えてもあれはどうにも説明がつきません。不思議な出来事ではありましたが、別に実害があったわけではなく、自分自身が納得できていないというただそれだけのことなので、無理にでも記憶の中に押し込んでずっとしまっておくことにしたのですが、ひょっとすると付近の場所で似たような経験をされた人が他にもいるのではないかと思い、投稿させてもらったような次第なのです。恐れすですマソ。この投稿、納得できないを読んでちょっと思い当たったのでコメント。俺、今は美濃加茂の住人だけど、15歳までゲロに住んでた。投稿者さんの場所説明がすごい細かいんで、その林道がどれのことなのか大体わかる。郡上の方へ行くときにいつも通る道から入れるとこだよ。何年も道路が整備されてないから車だとちょっと危ないがな。
俺が子供の頃に親や近所の人から聞いてた話で、H山神社の奥の山には昔から、大きい山の主がいて、夜に人が山に入ると様子を見に出てくる、ってのがあった。別に悪い主じゃなくて、山で迷った人には麓までの道を教えてくれたり、焼けずりで困ってる人には霊薬くれたりもするいい主なんだそうだ。人前に出てくる時には山仕事の老人の格好で出てくることが多いって聞いたんで、この投稿で書かれていることって、なんとなくそれっぽいイメージなんじゃないかなと。ある晩、主が、山に入り込んだ人間の様子を見に出ては来たけど、別に何も困ってなさそうだったんで、とりあえず放っといた。そんな感じなのかな。けど、もしそうならこの投稿者さんはそれに対して、異形の念どころか、最後まで警戒心を持ってたっていうのが面白いな。これも現代人の心の荒廃ってやつなのかな。それがいいか悪いかなんてことじゃなくって、思いがけず、自分の理解の範囲を外れた他のものに出会ってしまった時って、現代人の反応は今やこんな感じなのかなって素直に思った。神様が様子を見に来ていたのかね。怪しまれないようにキャンパーのふりをして。そういえば、昔読んだ登山の入門書で、山にテントを張るときは、ひとつまみの塩で結界を作り、山の神様に一晩土地をお借りしますと、地鎮祭の真似事のようなことをしてからテントを張るというのを読んだのを思い出した。ああ、警戒しちゃった。このまま数時間起きてるのも辛いだろうし、時間早めといちゃる、って感じかな。山の主様が投稿者の様子を見に来たついでに、テントが珍しくて似たようなものをこさえてたのかな。テントだけに張り合ったのかな。わしならもっと大きいもん作れるわい、みたいな。去年体験した話なんだが、文章あまり上手くないので見たい人だけ見てくれ。夏休みちょっと前くらいのこと、俺と友人 A、B が、夏休み中に、N 県の山奥へキャンプへ行こうと計画を話していると、それを聞いていた留学生二人が、一緒に連れて行ってほしい、と声をかけてきた。その二人は俺たちとゼミが一緒だったのだが、特に親しく会話したこともなく、仲が良くも悪くもなかったため、なぜ？とみんな疑問に思ったが、まあ断る理由もないため OK することにした。当日、今までその留学生二人とほとんど話をしたことがなかったため、この機会にと話してみると、二人とも少しナルシストっぽいところと、自己中なところはあったが、まあ普通なやつだった。少なくとも、その時の俺はそう感じた。たわいもない話を続けながら電車に揺られ、途中からバスに乗り換えキャンプ場に着いたのだが、時期が時期であったため、家族連れやら俺たちと同じような学生やらで、キャンプ場がごった返している。ここでキャンプするのか？なんかゆったりとかのんびりとか、全くできなさそうだぞ。そうだな。なんかトイレや流し場なんか、順番待ちの行列になりそうだな。すると、会話に加わらず地図とにらめっこしていた B が、こんなことを言い出した。この先2キロメートル奥に、砂防ダムがあるっぽいんだが、そこが結構開けていて、キャンプできそうだぞ。そっち行かね？留学生二人も、ここまで来てこんな混雑はいやらしく、俺と A も同意見なので、迷わず B の意見に賛成した。幸いキャンプ道具や BBQ 用の道具は持参しているので、何もない場所でも問題なくキャンプはできる。むしろ、人工的に作られたキャンプ場より、そっちの方がいいんじゃないかとも思えてくる。俺たちは荷物を持って山道を進んでいったのだが、山道というものを少し甘く見ていた。当初の目的地のキャンプ場に着いたのは昼頃だったのだが、砂防ダムに着く頃には午後3時を過ぎていて、疲れていたが、早々にテントの設置と、晩飯の準備を始めないといけなかった。俺と A は、テントの設置と晩飯用のかまどなどの準備。B と C、D は、焚き火拾いにと、二手に分かれて作業をすることに。俺と A は、黙々と作業をし始めた。B と C、D は、何往復か焚き火を持ってやってきて、次で最後かな、と考えていたが、いくら待っても3人が戻ってこない。時間は、手際が悪かったのと遊びながらだったため、予想以上にかかってしまい、もう6時を過ぎている。そろそろ暗くなるし、早く戻ってきてくれないかな、などと考えていると、林の中から口論のような声が聞こえてくる。しばらく俺と A がそれに耳を傾けていると、B と C、D が口喧嘩をしながら帰ってきた。
何か B という学生二人の間に、険悪な雰囲気が漂っている。俺と A は、こんなところまで来て喧嘩をしたくないため、まあまあと三人をなだめ、ひとまず平和に晩飯を済ませ、未だブチブチ文句を言っているし、D をテントに押し込めると、俺と A は、B に別のテントの中で事情を聞いてみた。以下は B の語った話。3回目の焚き火拾いをしていると、留学生の片割れの D が、川の上流の岩場の先に洞窟を見つけたらしい。3人がその洞窟の中に入っていくと、洞窟というより、人工的なホラー穴っぽかったらしいが、10メートルほど奥に、ボロい小さな祠があったらしい。B は、何かその祠から嫌な感じがしたため、早急に立ち去りたかったらしいが、留学生二人は大興奮していて、B の静止を一切聞かずに祠の扉を開けてしまった。おい、やめろよ。こういう場所は意味があるんだ。余計なことするなよ。別にいいだろ。誰も見てないし。ビビってるのか？ C と D は、完全に B をバカにしていたらしい。そして、扉を開けた C が何かを見つけた。それは半透明の茶褐色で、一見すると琥珀っぽい石のようなものだった。B はその石を見た時に、何か言い知れない不安感を感じたらしく、とにかくその石を置いて、ホラー穴から出ていかないといけないと感じたらしい。そして口論となった。それはこの祠のものだろ？さっさと元に戻して戻ろう。俺たちが見つけたんだから俺たちのものだろ。こんなところに不用心にあるんだから、捨ててあるのと同じだろ。俺たちがもらっても問題ないはずだ。誰のものとかそうじゃなくて、それはそこに安置してあるものなんだから、勝手に持ち出しちゃダメだろ。誰がそんなこと決めたんだよ。祠があるってことは、誰かがここを管理してるってことだろ。人のものじゃないか。さっさと戻せよ。大事なものなら鍵くらいするだろ。ないなら捨ててあるのと同じだ。だから俺たちのものだ。B が何を言ってもC、D は言うことを聞かず、最後には顔を真っ赤にして激怒し始め、そのまま口論をしながら戻ってきて、今に至るらしい。俺と A が C、D の非常識さに呆れていると、B はこう言い出した。実はさ、あの祠の扉、何かお札みたいなのが貼ってあったんだ。C はそのお札を破いて扉を開けていた。あれは絶対何かヤバいものだって。B が真顔でそう話すのを聞いてしまったためか、俺は何か不気味な視線がこちらを覗いているような気がしてきて、急に寒気がしてきた。A も同じように感じたらしく、押し黙っている。すると、外で C と D が騒ぐ声がする。どうやら二人は、俺たちはほっといて外で酒盛りを始めたらしい。俺たち三人はそこに加わる気にもなれず、留学生二人に、もう寝るから少し離れたところでやってくれ、と伝えると、テントに入って寝ることにした。その時、C と D どちらか知らないが、ぼそっとそいつらの国の言葉で、俺たちをバカにするような言葉を吐いたのをよく覚えている。発音のニュアンスと表情でそれがわかった。真夜中、俺は何かの物音で目を覚ました。テント近くの広場を、誰かが歩く音がする。はじめは、誰かしょんべんでも言ってるのか、と思ったが、何か様子がおかしい。足音は二つのテントを中心に、広場をぐるぐる回っているようで、止まる気配がない上に、それどころかどうも、だんだんと足音の人数が増えている。C と D が何かしているのかとも思ったが、足音から察するに、人数は少なくとも5、6人はいる。それと何かよくわからないが、妙な違和感も感じた。俺はただごとではないと思い、横で寝ている A と B を起こすことにした。A と B は初め寝ぼけていたが、外の様子がおかしいことに気づくと目が冴えたらしく、聞き耳を立て始めた。しばらく聞き耳を立てていると。何かおかしくないか？どう考えても今の状況はおかしいだろ。いや、そうじゃなくて。じゃあなんだよ。そこで俺は、違和感の正体に気がついた。俺たちがテントを張っている場所は、開けているとはいえそこまで広くはない。広さは畳15畳ほどだろうか。その周囲を大回りに歩けば、普通は草の擦れる音や、すぐ横にある川に入って、水しぶきを上げる音がしないといけない。でもそんな音は全くしない。ただ地面を歩く音しか聞こえない。A もそれに気づいたらしく、しばらく三人とも沈黙していた。やっぱ原因は、B の言ってた石のせいだよな。だよな。俺たちは、外に出て何が起きているのかを確認する勇気もなく、そのまま寝ることもできずじっとしていた。するとどれくらいの時間が経ったかわからないが、
足音がしなくなった。しばらくの沈黙後、俺が外に出て確認しようかと二人に話している時に、クラウセフは飛ぶ十字コループ。と、隣のテントから、留学生二人のものすごい悲鳴が聞こえてきた。なんと表現したらいいのか、言葉で表現できない悲鳴だった。俺たちが声に驚いてビクッとなっていると、悲鳴に続いて、隣のテントで何かが揉み合うような音と、二人が何か懇願するような声を上げている。俺たちはさすがにまずいと思い、三人で目配せすると、勇気を振り絞って、懐中電灯を片手にテントの外に出た。外の様子を見たとき、そこで絶句して固まってしまった。隣のテントから二人は引きずり出されており、二人は地面に頭を抱えてうずくまり、彼らの国言葉で何か叫んでいる。異様なのはその周囲で、二人の周囲には、ボロボロの服を着た青白い顔の人々が十数人群がり、無言で留学生二人の体に、何か黒っぽいものを塗りたくっている。そのボロボロの服を着た人たちは、しばらくその行為をし続けていたが、不意にそれを止めると、一斉にこちらを振り向いた。その後の記憶は俺たちにはない。気がついたら朝になっていて、俺と A と B は、自分たちのテントに寄りかかるような形で気を失っていた。気を失う前、C と D に群がる人たちの顔を見たはずなのだが、俺たち三人には、どんな顔をしていたのか全く思い出せなかった。留学生二人は生きていたが、その姿は異様だった。体全体に、黒い液体を塗りたくられたらしく真っ黒で、塗りたくられていた黒いものはすでに乾いていたが、生臭い匂いがしており、とても近づけないほど臭い。とにかく二人には川で体を洗うように言うと、ガタガタ震えて、泣きながら体と服を洗っていた。俺たちはテントをその間に片付け、二人に、石はどうなったか、と聞いた。すると C が自分のリュックを指さしたため、中を見てみると、タオルに包まれた石が入っていた。とにかくこれを返しに行き、謝罪しようと B が言った。しかし、彼らの反応はひどかった。行くならお前たちで行けよ。お前たちがここに連れてこなければ、こんなことにはならなかった。お前たちのせいだ。ふざけんな。お前らが B の言うこと聞かずに、石を持ってきたからこんなことになったんだろ。そうだ。お前らが原因なんだから、石を返して謝罪するのは当たり前だろ。C と D はなおも食い下がり、かたくなに石を返しに行くのを拒否し、顔を真っ赤にして激怒しながら、俺たちに殴りかからんばかりに。お前たちのせいだ。と叫び続けた。すると、それを黙って見ていた B が。もういいよ。なら C と D は勝手にしろよ。俺たちで返しに行くから。呆れたように言うと、一人で石を持って川の上流へ向かったため、俺と A は仕方なく口論をやめて、B についていくことにした。C と D はその間に、自分たちの荷物をまとめて帰ったらしい。B についてくとホラー穴があった。確かに B の言っていたように、なんか雰囲気がおかしい。ここだけ空気が違うというか、言葉ではうまく言い表せないが、とにかく妙な気配のするホラー穴だった。俺たちは昨晩のこともあったため怖かったが、このままにしておけないため、ホラー穴の奥に進み石を祠に戻した。祠の近くに破れたお札が落ちていたので、それで効果があるのかはわからなかったが、やらないよりはマシだろうと、持ってきていたガムテープで、お札を可能な限り原型に戻るように貼り合わせて、元あった祠の扉に貼り付け、三人で手を合わせて謝罪して、帰路に着いた。キャンプから戻ってから数週間、その間は特に何もなく、課題をこなしたりレポートをしたり、バイトをしたり遊び回ったりと、平和な日々が続いていた。事件から1ヶ月くらい経った夏休みの終わり頃、ややこしくなるので最初に説明しておくと、俺は学生専用のアパートに住んでいて、A と B も同じアパートの住人。昼過ぎに B と A が俺の部屋を訪れ、ゲームをしたり漫画を読んだりとゴロゴロしていると、下の階の住人が俺の部屋へやってきた。ドアを開けると、何やってるのか知らないけど、うるさいんだけど。そんなに大音量でやってるつもりなかったけど、ゲームの音うるさかった？それとも声がうるさかった？いや、そうじゃなくて。さっきからお前ら、部屋の中を大人数でバタバタ歩き回って、何してるんだよ。別にバタバタ歩き回ったりしてないんだが、ずっとゲームやってたし。まあ気になったならすまん。静かにする。それで下の階の住人は帰ったんだが、なんか変だな、とは思いながら、A と B には、下から苦情が来たのでちょっと静かにしよう、と言っておいた。
30分くらいすると、また部屋のチャイムが鳴った。出るとまた下の階の住人で、今度はかなり怒っている。お前らいい加減にしろよ。バタバタ歩き回ったり、ブツブツなんか聞こえてきてうざいんだけど。こっちはレポートまとめてる最中なのに、集中できないんだけど。窓閉め切ってかなり静かにしていたのに、こう言われてなんか釈然としないが、まあ揉めるのも嫌なのでこう返した。そりゃ悪かった。注意してたつもりなんだけど、まあいいや。俺たちこれから出かけることにするわ。それなら問題ないだろ？そもそもこのアパートは結構新しく、そんなに音が響くわけないし、最初に注意された時以来、かなり静かにしていたのに、理不尽だなと思いながら、A と B に事情を話して、出かけようと切り出した。今から考えると、今まで結構騒いでもどこからも苦情がなかったので、この時に変だと気づくべきだったかもしれない。時間は午後2時頃。とりあえずゲーセンとかに行って、暇つぶしでもしようということになり、俺たちはアパートを出た。それからゲーセン行ったり買い物したりと時間を潰し、ファミレスで晩飯を食っていると、今度はアパートの管理会社から、携帯に電話があった。〇〇を管理している〇〇不動産のものですが、〇〇〇号室の〇〇さんでしょうか？そうですけど、何ですか？実はそちらの部屋がうるさいと苦情がありまして、お伺いしたのですが、ご不在のようなのでお電話しました。ああ、苦情来たので、昼過ぎから出かけていました。以後注意します。またかよ。と思い、俺がうんざりしながら答えると、不動産屋が変なことを言い出した。昼過ぎというと、何時頃からですか？確か2時か2時半頃だったと思うんですが。それは間違いないですか？注意してほしいと苦情の電話があったのは、6時過ぎ頃なのですが。今の時間は午後8時過ぎ。あれから一度も帰っていないので、どうもおかしい。A と B に事情を話し、不動産屋には今から帰るので、部屋の前で待ち合わせすることになった。アパートに着くと不動産屋、30歳くらいの女の人が待っていて、苦情の電話をしてきたのがやはり下の階の住人だったので、まずそこへ行くこととなった。出てきた下の階の住人はやはりかなり不機嫌で、話によると、あれからしばらくは静かだったが、5時過ぎ頃からまたうるさくなり、注意しても誰も出てこないので、管理会社に電話をしたらしい。俺があの時に出かけたまま帰っていないことを話すと、最初は疑っていたが、買い物をした時と、ファミレスで飯を食った時のレシートの時刻を見せると、さすがに納得した。あの、もしかして空き巣では？さっきまでうるさかったから、まだいるかも。マジかよ。まるまる、お前鍵ちゃんとかけたか？ちゃんとかけたけど、お前も見てただろ。つうか、俺の部屋入って何盗むんだよ。とりあえず部屋に行ってみて、確認すればはっきりするんじゃね？ということで、俺と A と B、それと不動産屋と下の階の住人で、俺の部屋へ行ってみることとなった。俺の部屋に着くと、予想通り鍵はかかっていた。空き巣が鍵をした可能性もなくはないので、俺が鍵を開けて中の様子を見たが、玄関から見た範囲におかしなところはない。全員で俺の部屋に入り、部屋の中やユニットバスの中なども調べたが、やはり何もない。出て行く前に飲んだジュースのペットボトルとかもそのままで、人が入ったような痕跡はまるでない。下の階の住人は何か釈然としない顔をしていたが、人がいた痕跡は全くないのが現実で、どこか他の部屋の音を、俺の部屋の音と勘違いしたのでは、などと話していると、玄関横のユニットバスの部屋から、ズズズズズ、ガコ、ガコ、と、変な音がかすかに聞こえてきた。何？風呂場からだよな？さっき見た時は何もなかったけど。なんか臭くないですか？とりあえず中を確認しようと、扉を開けた瞬間、異様に生臭いというか、不臭に近い匂いがしてきた。鼻を押さえて中を覗き込むと、バスタブの排水口から、黒い液体がゴポゴポと湧き上がっている。匂いの元はそれらしく、排水口の奥から、ガコ、ガコ、と、変な音は相変わらず聞こえてくる。あまりの臭さに、顔をしかめながら窓を全開にして換気扇を回していると、俺はあることに気がついた。この匂いって、キャンプの時にシート D に塗られた、黒い液体と同じじゃないか？ A、B、ちょっと。この匂いって。ああ、お前もそう思ったか。偶然だよな。そんな話を俺たちがこそこそと話していると、ハンカチで鼻と口を押さえながら不動産屋が、
騒音の原因はこれかもしれませんね。明日業者に来てもらうので、〇〇さんはこちらでホテルを用意します。そちらで一泊してもらえませんか？これではここにいるのは無理でしょうし。本来ならこの提案は受けるべきなんだが、俺は臭さと同時にあの時の恐怖が蘇っていたため、とてもこれから一晩一人で過ごす勇気はない。不動産屋には、今日は A か B の部屋に泊まるのでそれはいい、と言い、そそくさと全員を部屋から出し鍵を閉めた。とてもじゃないが、あの部屋にこのまま居続けるのは、匂いもあるがそれ以上に、奴らが来そうで恐ろしかったから。下の階の住人は、排水管が詰まったかなんかして、変な音がしていたのだろうと納得し、俺に、誤解をしてすまない。と軽く謝罪をすると帰っていき、不動産屋も、明日の予定を軽く説明すると帰っていった。残された俺たちは、おそらく真っ青な顔をしていたと思う。ただの排水管の詰まりか何かだよな。あれは関係ないよな。俺たち関係ないだろ。石持ち帰ろうとしたのはシート D だし。偶然だろ。ありえねえよ。とにかく三人とも、偶然だ、ということで済ませたかったが、匂いがまさにそのままな上に、変な音というのも気になる。みんな一人で夜を明かすのは恐ろしかったのか、今晩は B の部屋に三人で泊まることにした。それから B の部屋で、朝まで起きているつもりだったのだが、なんか妙に三人とも眠気があったため、一時過ぎ頃寝ることにした。深夜三時頃、俺は B に起こされた。A も起こされたらしい。なんで起こしたのか聞いてみると、B が言うには、窓の外から大勢の話し声が聞こえてきていて、それが徐々に近づいてきているらしい。聞き耳を立ててみると、確かになんか聞こえる。神経質になりすぎじゃないか？誰か外で話してるだけだろ。いや、でも。なんだよ。ここ3階だぞ。なんで下じゃなくて、横から声が聞こえるんだよ。確かに言われてみればそうだ。気のせいなのかもしれないが、なんか気味が悪い。ひとまずもう寝ていられないので、電気をつけてゲームの続きでもしようと、A が電気をつけるため天井の方を見た。A がそのまま絶句して硬直している。何事かと俺と B が、A の見ている方を見てみると。何十人という青白い顔が、俺たちの方を無表情に凝視していた。体はない。顔だけが天井に何重と張り付いている。うわぁ俺たちはもう恐怖心で強行状態になり、気のみ気のまま B の部屋を逃げ出した。俺と A、B は、もう部屋に戻る気になれなかった。明るくなったらすぐ、神社かお寺でお祓いをしてもらうことにして、そのまま恐怖心を紛らわすため、カラオケボックスで日が高くなるまで、無理にハイテンションになって歌い続けた。午前10時ごろ、俺たちは携帯で、二駅先に神社があることを調べ、そこでお祓いをしてもらうため電車に乗った。俺は電車の中であることに気がついた。俺たちを見ていた顔、普通の人の顔ではなかった。青白いとか死人っぽいとか、そういうのではない。おかしかったのは、そいつらの目。普通の人の目は大雑把に描くと、こうだよな。俺たちが見た顔の目は、これが縦になっていた。うまく伝わるだろうか？目が横に水平ではなく、縦に平行になっていた。こんな感じ。要するに人じゃない。後から聞いてみると、A と B もそれに気づいていた。神社に着き、神主の人に事情を話すと、かなりうさんくさそうな顔をしていたが、俺たちがあまりにも必死な顔で話すので、一応最後まで真剣に聞いてくれて、お祓いもちゃんとやってくれた。神主の人が言うには、その祠に二度と近づかないなら、多分大丈夫だろうとのこと。お祓い後は、俺たちに妙なことは起きていない。もう一つ、キャンプの時一斉に振り向いた顔。それも同じ目をしていたことを、なぜかお祓い中に不意に思い出した。以上が俺たちの体験。書き忘れていました。翌日不動産屋から電話があったのだが、業者に見てもらったところ、配管には何の問題もなかったらしい。一応何かが逆流してきたのは事実なので、他の部屋や地下の配管も調べたが結局何もなく、しばらく様子を見るということになったとか。その後、排水管の逆流とかは起きていない。お祓いが効果あったのだと思いたい。ちなみに、掃除業者が入って、俺の部屋のユニットバスをきれいに掃除してくれたのだが、しばらく匂いが取れず、匂いが消えるまで俺は、不動産屋の用意してくれたホテルで10日ほど暮らすことになった。なんか少し得した気分だった。
キャンプから帰った後、シート D に何が起きたのか、二人と交流のあった人たちの話をつなぎ合わせて書きます。ほぼ全部が伝聞なため、どこまで正確かはわからない。あと伝聞ばかりなため、オカルトあまり関係ないかも。話の展開上、伝聞が多いため、口語調の部分はほとんどありません。少し違和感あるかも。夏休みが終わり大学へ行くと、C、D と、そこそこ交流のあった友人が俺たちに話しかけてきて、変なことを言ってきた。C と D がキャンプについて友人に話したらしいが、長いので要約すると。俺と A、B と一緒にキャンプへ行った。そこまでは合っている。問題はそこからで、キャンプ地で洞窟を見つけたのだが、C と D は、面白そうなので見てみたいと、言ってみようとしたという。一緒にいた B は、暗がりが怖いのか怯えていたが、一人になるのも嫌なようでついてきた。洞窟の奥には小さな建物があり、祠のことだろう。それだけだったので引き返そうとすると、B が建物の扉を開けて、中の石を持ち出そうとしていた。C と D がそれに気づき、注意したが聞き入れられず、そこで喧嘩になった。そこまで聞いて、俺は事実と違うと話したが、友人はなんか思わせぶりに。まあわかってるから最後まで聞いてくれ。と先を続けた。その夜、石のせいで俺と A と B が幽霊に襲われ、ガタガタ震えながら泣いて謝っているのを見かけたので、C と D は勇気を振り絞って飛び出し、石は返すから。と幽霊を説得し、追い払ってあげたらしい。翌朝に C と D が、昨夜のことは石のせいなのだから、返しに行こうと俺と A と B を誘ったが、恐ろしくて行けないということで、代わりに C と D が返しに行って、そのまま帰った。俺はあまりのバカバカしさに、怒りすら湧いてこなかった。なんであの晩のことが、C と D の武勇伝みたいになってるのかと。俺は友人に、話の内容が大きく改変されていること、大筋で俺と A、B の位置が、C、D と入れ替わっており、しかもところどころに妙な脚色まであることや、俺たちが二人の巻き添えで、夏休み中ひどい目に遭ったことを伝えると、友人は、だろうな。と、すべてわかっていたかのように笑いかけてきた。ちなみにその友人は、自分も妙な現象を見るまで、幽霊の話はネタだろうと思っていたとか。友人が言うには、キャンプから戻って数日後、C と D の姿を見かけると、後ろに黒いもやのようなものが見えたり、C、D と一緒にいると、ブツブツと囁き声のようなものを聞いたりと、怪現象が続いたので、おそらく原因を作ったのは C と D だろうと、直感的に感じていたらしい。さらにこの直感に追い打ちをかけたのが、話を聞いてから2週間後くらいから、C と D は C の部屋にこもるようになり、親が金持ちらしく、そこそこ立派なマンションに住んでいた。金を下ろすのと、飯を買いに1階のコンビニへ出かけるとき以外、ほとんど外に出歩かなくなってしまった。そのため友人は、やはり原因を作ったのはこの2人だったか。と、妙に納得したとか。友人はこれ以上は詳しく知らないらしく、その後二人と会っていない。というか、電話をしても外に出ようとせず、友人に会おうともしない上に、こもっている事情も一切話さないため、今どうしているのかは知らないという。この話を聞いた後、夕方近くに B から携帯に電話があった。B が言うには、C と D がキャンプでの話を改変して、あちこちに言い回っていたため、B や俺たちは霊現象を別にしても、ヘタレのレッテルを貼られてしまっていて、誤解を解かないとまずいようだ。A にも連絡を取り、なんとか誤解を解く方法はないかと話し合ったが、結局いい案は浮かばず、一人一人誤解を解くしかないという結論になった。この後、実はある出来事をきっかけに、誤解はある程度解けたのだが、それは省きます。大雑把に書くと、C と D がゼミの教授に泣きついてきたのだが、その時話した内容が、それまでの武勇伝と違っていたため、それをきっかけに二人の嘘はバレた。この一件があるまで俺と A、B は、C と D も俺たちがお祓いした神社へ連れて行くつもりだった。しかし、ひどいようだが、あれだけ怖い思いをした挙句に、こんなデマを流されたのでもはやその気はなく、俺は A、B 二人と話し合って、留学生二人を放置することにした。大学が始まってから2週間後、ようやく C と D が大学に現れた。俺たちはもう二人に関わる気がなかったので、二人を無視していたんだが、A と B が学食で飯を食っていると、C と D が現れて因縁をつけてきたらしい。俺はその時、別の友達と大学の外で飯を食っていたので難を逃れた。
A と B が他の友達数人と飯を食っていると、C と D が同じ留学生仲間何人かと、二人と仲のいい日本人何人かを連れて、二人のところにやってきた。そして、お前らのせいでひどい目に遭っている。と、大声でわめき散らしてきたらしい。留学生二人の話を要約すると、あれから毎晩のように無言電話がかかってきたり、水道の蛇口から、例の臭い液体が流れ出したり、夜中に、窓を外からバンバンと激しく叩く音が聞こえてきたり、駅のホームで電車を待っていると、後ろから突き飛ばされてホームに落ちそうになったり、青白い顔の例の連中に、後をつけ回されたりと、かなり色々起きているらしい。しかも、最近はその頻度が多くなってきていて、あまり外に出る気も起きないとか。ひとしきり話すと、C が B の胸ぐらをつかみ、お前のせいだ、お前が原因だ。と殴りかかってきた。それを見ていた A や友人たちが、C を取り押さえた。すると、しばらくはめいていた C と、A たちを引き剥がそうとしていた D は、窓の外を凝視して動かなくなり、しばらくすると、ああ、と絶叫しながら逃げていった。C と D は何かを見たらしいのだが、A や B とその友人たち、それと C と D の仲間には何も見えなかったらしく、しばらく C と D が逃げていった先を呆然と見ていた。C と D の仲間は、二人が逃げていってしまったためどうすることもできず、そのまま帰っていった。俺は A と B からその話を聞いて、夏休み中のこともあって怖かったが、まあ自業自得だろうとしか思わなかった。ちなみに、C を引き剥がそうとしていた A によると、かすかにではあるが C から、例の生臭いというか腐臭というか、あの匂いがしていたらしく、多分またどこかで塗りたくられたのではないか、とも言っていた。C と D はゼミが同じなので、その後も何度か顔を合わせたが、お互い会話することもなく、学食での一件のように因縁をつけられることもなかったが、二人は会うたびに俺たちを睨みつけていた。そんなことがしばらく続いたある日、事件が起きた。どうも二人が失踪してしまい、5日ほど全く連絡がつかないらしい。それからさらに3日後、二人は民家の庭で泥だらけで震えているところを、警察に保護されたとか。泥だらけと聞いたが、俺たちはおそらくまたあの液体を塗られたのだろうと思った。ちなみに、失踪前にある出来事があったため、俺たちは何か大きな事件が起きることが想像できていた。それは何かというと、二人が失踪する前日、俺たちが大学の帰り道で C と D を見かけたのだが、二人の後ろを、10人ほどの集団がついていっているように見えた。なんとなくその後ろ姿を見ていると、その集団のうち一人がこちらを振り向いた。その時俺と A、B は硬直した。格好は普通のサラリーマン風だったのだが、そいつの顔についている目は、俺たちが夏休み中に見たあの目だった。一瞬だったが間違いない。外が明るかったのではっきりと見てしまい、非常に気持ち悪かった。C と D がなぜ数日間失踪したのか、その間何をしていたのか、そのあたりはわからない。その事件の後二人はしばらく入院していたが、親が二人を連れて帰国し、そのまま大学を自主退学したらしい。彼ら二人の身に何が起きているのか、今後何が起きるのか、それは考えたくもない。どちらにしろ、ろくなことにならないだろう。最後に試験だが、一連の事件では必ず、生臭いというか腐臭のする黒い液体が関わっている。もしかするとあの液体が、気持ち悪い目の集団が、標的を追跡する目標になっているのではないか、と思った。かなり長い話になってしまいましたが、これで俺の体験は全て終わりです。お祓い行こう、俺たちには何も起きていないため、もう大丈夫だと思います。長々とお付き合いありがとうございました。この話は、男友達4人でキャンプに行った一致の恐怖体験である。1年前に仲間内で、とある山へキャンプへ行った時の話をしようと思う。大学が夏休みに入る少し前、高校の頃からの仲間の A から電話があった。A とは進学先が別々になって、実際に会う機会も減っていたが、時々こうやって電話が来ている。その時の話は、高校の頃のいつもの仲間で集まって、久々に何かしないか、という内容だった。夏休みに入ってすぐ、俺たちは A のアパートに集合した。メンツは俺、A、それと B と C の4人、高校の頃特に仲の良かったメンバーだ。
最初は近況などを話していたが、そのうち本題になり、さて、何をしようかということになった。が、集まっても何も案が浮かばない。そうこうしていると、話に加わらず A の PC で何かをしていた C がおもむろに。Google マップで適当に見つけた場所に、キャンプに行かね？と言い出した。俺と A と B が、はぁ、と言うと、C は結構大真面目に。いやいや、面白そうだろ。目的地もランダムで全く知らない場所にキャンプ行くんだぜ。と得意げだ。でもまあ、確かに行き当たりばったりは面白そうではあるかもしれない。俺がそう思っていると、B もそう思ったのか。よし、じゃあ、キャンプ場で検索してみようぜ。と言ってきた。すると C が。それじゃつまんなくね。いっそそういうキャンプ場とかじゃなくて、本当に人気のない山奥とか、そういう場所にしね。と言い出した。確かに面白そうだ。俺たちはその時そう思った。そして、適当に山っぽい場所をあちこち探し回っていると、周囲に人家もなく、ただ林道らしき道が一本通っているだけの場所を、中国地方のある場所に見つけた。拡大してみると、川べりで少し開けていてキャンプにも最適そうに見える。俺たちは東日本出身だ。西日本方面のことはほとんど知らないし、地理的にも立地的にも俺たちの理想に合致しているように見えた。キャンプ地はその場所に決定した。当日の朝、C がバイトして買ったというボロい系に乗り込み、俺たちは出発した。そして、その日の夕方には目的地近くに到着した。その日は近場にあったスーパー銭湯のような場所で食事と風呂を済ませ、そのまま近場の公園のベンチで寝た。翌日、近場のコンビニやスーパーで3日分の水や食料を買い出しし、俺たちは目的地へと向かった。携帯で地図を確認しながら山道をどんどん進んでいくと、とうとう携帯の電波が届かなくなってしまった。が、今まで通ってきた道が検索した時に見つけた林道だったので、そのまま道なりに進むと、すんなりと目的地の開けた場所に到着できた。現地に着いてみると、その場所は Google マップの航空写真で見るよりも、ずっといい場所だった。すぐ横に川が流れていて水も綺麗だ。それに川沿いの開けた場所はかなり広く、ジメジメ感もまるでない。俺たちはすぐにキャンプの準備を始めた。車から荷物を運び出し、テントを立て石を並べてかまどを作り、焚き木を集めたり雨対策にテントの周りに溝を掘ったりしたのだが、早めに到着したこともあり、午後2時過ぎ頃には全ての作業が終わってしまった。しばらく川に石を投げて水切りなどをしながらグダグダしていると、A が、暇だしちょっと周りを探索してみないか？と言ってきた。暇だった俺たちは特に反対意見もなく、そうすることにした。川が狭くなっているところから対岸に渡り、来た時から見えていた対岸の砂利道を上々と進んでいった。しばらく進んでいると、横道がありその先の森が開けて、白いコンクリート製の壁の小さな建物が見えてきた。その建物は1階建ての長方形で、山の中にポツンとあるにしてはやたら小綺麗なのだが、一見してどういう目的の建物なのかさっぱりわからない。窓も少なく、その窓もすべてブラインドが閉じていて中を伺い知ることもできなかった。何かの管理事務所のようにも見えるが、その割には他に建物らしきものも周囲にない。俺が、なんだこれ？家じゃないし、何？と言ったが、誰も何なのかさっぱりわからず答えは返ってこない。とりあえず俺たちはそのまま周囲を探索してみることにした。探索してみてわかったのだが、この建物はどうも、少なくとも今は使われている痕跡がないらしいことだけはわかった。理由は簡単で、表の方は砂利が敷いてあるので目立たなかったが、裏の方は雑草が生い茂り、明らかに何年も放置されているのがわかったからだった。すると、表の方にいた A が、おい、こっち来てみろ。と俺たちを呼んだ。A のところに行ってみると、なんと A は建物のドアを開けていた。ちょ、お前、さすがにそれはまずくないか？鍵とかかかってなかったのか？というと、A は楽しそうに。鍵かかってなかったぞ、
ドアノブ回したら普通に開いたし。と悪びれる様子もなく返してきた。そして俺も。でもこの建物、明らかに廃墟じゃね？鍵は元から開いているんだし、ちょっと入るくらいならいいだろ、何の建物か興味あるだろ？俺がそう言うと、A も同意してきたし、B と C も本気で止める様子はなかったのか。ちょっとくらいならいいか。と返してきた。俺たちは中に入ってみることにした。中に入ると、室内には調度品のようなものや家具のようなものは何もなかった。長いこと放置されているようで、部屋の中は非常に埃っぽい。10畳分くらいの長方形の部屋があるだけなのだが、変わっているのは、部屋の真ん中に下へと続く階段があることだ。4人とも黙り込んでしまった。この状況、流れ的に今さら下に行かないわけにはいかない。問題は誰がそれを言い出すかなのだが、こんな怪しい建物の、しかも地下へと続く階段、あからさまに怪しすぎて誰もその一言を言えないでいた。しばらくの沈黙の後、最初に B が口を開いた。下真っ暗だよな。懐中電灯ないし、装備整えて明日でいいんじゃないか？もっともない意見だった。そしてこの提案をした B に、俺は心の底で感謝した。しかし、C が唐突に。明かりなら携帯画面で十分じゃね？しかも A もそれに同意のようだ。俺と B はここで断れば、確実に二人にヘタレとからかわれるのが目に見えていた。ぶっちゃけ怖かったが、4人で下へと降りていくことになった。階段はそんなに長くなかった。下に降りると、真っ暗でよくはわからないが、どうやら6畳くらいの正方形の部屋のようだ。上と違うのは、なぜか部屋の真ん中にユニットバスのバスタブが置いてある。部屋の中にはそれ以外何もないようだ。バスタブの中を携帯の明かりで照らしてみると、中で何かを燃やしたような痕跡があったが、燃やしたものは取り出したのか、黒い巣があるだけで他には変わったものは何もなかった。俺たちは拍子抜けしてしまい、なんだこれだけか、とキャンプしている場所に戻ることにした。階段を登るときに、俺は何と説明したらいいのか、一瞬人の気配というか、後ろから誰かが顔を近づけると気配でわかるよな？あんな感覚を感じた。驚いて後ろを振り向いたのだが、最後列の俺の後ろに誰かいるわけでもなく、上の3人が、どうした？と声をかけてきたが、俺は何でもない、気のせいだとそのまま階段を登った。キャンプ地に戻ると、結構時間が過ぎていて、もう夕方の5時近くになっていた。俺たちは夕飯の準備をして飯を食った。その晩、俺たち4人は焚き火を囲んで、あれやこれやと取り留めのない話をしていたのだが、ふと気づくと B が、やたらと背後を気にして何度も後ろを振り返っていることに気がついた。俺が、B、どうした？何かいるのか？と聞くと、B は、あ、いやそれが、いやなんでもない。と言うと黙ってしまった。なんか変な反応だ。他の二人も気になったのか、まず A が、おい B、なんか気になることあるなら言えよ、余計に気になるだろ。と言うと、C も、変に隠すと逆に怖えよ。と冗談半分に言った。すると B が、ほんとなんでもないから、ただちょっとなんか視線を感じるんだよ。でもどう考えても気のせいだろ。俺たち以外に人の気配ないし。と言い出した。確かに変な話だ。でも俺もさっきのことを思い出して少し気になり始めた。A と C も気になったのか、全員で懐中電灯を持って周囲を確認することにした。懐中電灯であちこちを照らしてみたのだが、やはり人影も動物らしき姿も何も見えない。すると C が、うほ。と声を上げて俺の方へ振り向いた。そして、俺に、今お前、俺のすぐ後ろにいた？と変なことを聞いてきた。もちろん俺はそんなことはしていない。C には近づいてないことを伝えて C に事情を聞くと、昼間俺が感じたのと同じように、自分のすぐ後ろに人の顔があるような、そんな感覚を感じたらしい。何かおかしい。俺がそう思っていると、一人で川の方を見ていた A が、おい、なんかおかしいぞ、ここなんかいるぞ。と、俺たちの方にやってきた。
俺は、なんかってなんだよ、はっきり言えよ。というと、A はなんだかわからないのだという。なんだかわからないが、とにかく視線と気配をさっきからずっと感じるんだという。全く要領を得ない。拉致が開かないと思った俺は、とりあえずテントに入ろうと、三人に促しテントに入ることにした。良質な話に出会えて嬉しいのか、本日もスレミンたちはワクテカしております。テントに入り、少し落ち着いたので俺は昼間のことを三人に話した。すると A も B も同じ感覚を感じたらしい。要するに四人とも背後に誰かいるような、そんな気配を感じていたのだった。しばらくの沈黙の後、C が。ここなんかヤバくないか？車近いし、ひとまず荷物は昼間になったら取りに戻るとして、車でふもとまで降りないか？ A も。その方がいいかもな。あの建物、なんかヤバい場所だったのかも。と、普段は結構強気な A とは思えない口調で言い出した。B もやはり A や C と同意見のようで、どうせ荷物が盗まれるようなことはないだろうし、ひとまず車まで行くことにしようと決まった。その時、外で風が吹いて、木々がざわざわと鳴り出した。そして、そのざわざわという音に混じって何かが聞こえてきた。耳を澄ますと、よく聞き取れないが風に乗って人の声のようなものが聞こえてきた。何か歌ってるような、そんな声だった。本格的になんかやばい。俺はその時そう感じた。俺たちは意を決してテントの外に出た。そして、早足に車へと向かった。その時、B が車の方向に何かを見たらしい、らしいというのは、俺たちには何も見えなかったからだ。B は突然立ち止まり、ガタガタ震えながら進行方向を指さすと。うわぁ。と叫びながら車とは逆方向、川の方へと走っていってしまった。俺たちは、おい B 待てって、ちょっと止まれ。と言いながら B の後を追った。B はそのまま川を越えると、さっきの砂利道を建物とは反対方向へと走っていく。とにかく訳もわからず B を追いかけた。しばらく走っていると、B は一瞬立ち止まると90度方向を変え、道ではない場所を沢の方へと降りていってしまった。俺たち三人もその後を追う。しばらく懐中電灯を照らしながら、道ではない場所を走っていると、俺は足を踏み外し、くぼみのようになっている場所に落ちてしまった。背中を地面にぶつけて、少しの間呼吸ができず、うめきながら起き上がると、遠くに B を呼ぶ A と C の声がする。どうやら俺が落ちたことに気づいておらず、そのまま進んでしまっているようだ。俺は手足を動かしてみた。怪我はしていないようで、背中をぶつけた痛み以外に痛い場所はない。その間に A と C の声も聞こえなくなってしまった。とにかく上に上がらないと。そう思った俺がくぼみを登ると、また背後に気配を感じた。恐る恐る後ろを振り向き懐中電灯を照らした。何もいない。なんとなくほっとした。よたよたと歩きながらとりあえず B たちが駆け降りていった沢の方へと歩き出した。沢に降りるとみんなを探さないとと思い。おい、A、B、C、いるかー。と大声で叫んでみた。が、反応はない。するとまた背後に気配を感じる。そして、今度はそれだけではなかった。風に乗って、さっきキャンプ地で聞いたのと同じ、何かが歌っているような声がまた聞こえてきた。そして、まだ内容はよくわからないが、さっきよりも近くはっきりと聞こえるようになってきている。暑さとは違う嫌な汗が全身に吹き出してきた。歌声はだんだんと近づいてくる、恐怖心を振り払い背後を振り向くと、暗闇を懐中電灯で照らした。しかし、やはり何もいない。歌声はさらに鮮明に聞こえるようになり、ほんの20メートルか30メートル先にまで近づいてきたのだが、なぜかその時動けなかった。動けずにいると、歌声はもうすぐそばまでやってきた。なぜか未だにどんな歌詞で歌っているのかさっぱりわからないが、かろうじてどうやら、何かの民謡のようだということだけわかった。混乱して辺りをキョロキョロしながら懐中電灯で照らしまくっていると、周囲に複数の気配を感じた。だが、気配は感じるのだがどこにも姿が見えない、
姿が見えないのに、明らかにそこに何かがいるのだけはわかる。意味がわからない。俺は恐怖心と暗闇に一人というこの状況で、完全に冷静さを失っていた。その時、俺のすぐ後ろで誰かが何かを囁いた。囁く時の息の生温かさすら感じた。今まで感じたことのないような恐怖心を感じながら、後ろを振り向き懐中電灯を照らした。が、やはりそこには何もいない。何もいないのだが、はっきりと目と鼻の先に、何かの息遣いを感じた。もう限界だった。俺は歌声のする方向とは逆方向に全力で逃げ出した。木の枝や茨のようなものが体に当たり、あちこちに小さな傷ができる。それでも俺は走るのをやめなかった。そして、どれくらい走っただろうか、結構広めの舗装された道路に出た。道路に出る頃にはもう歌声も気配もしなくなっていた。俺は少し安心して、もしかしたらと携帯画面を見てみたが、まだ圏外のようだ。仕方なくその道をあてもなく歩き始めた。広い道なので、歩いていればいずれどこかに出るだろうと思ったからだ。しばらく歩いていると、後ろの方から車の走る音が聞こえてきた。助かった。そう思って待っていると、遠くから車のヘッドライトが見え、だんだんとこちらへ近づいてくる。目立つように少し道路の真ん中に寄ると、俺はありったけの声で、助けてください。と叫び続けた。車がもうすぐ近くまで来るという頃、異変が起きた。誰かが俺の両足首を掴んでいる。俺はかなり強く掴まれ、足が痛い上に身動きが全くできなくなってしまった。それでも大声で叫び続けた。そうしなければ、この車を逃したら。そう思うとそちらの方が恐ろしかったからだ。とうとう車は目の前まで来た。そして、急ブレーキを踏んで俺のすぐ前で停車した。車はいかにも高そうな外車で、中から怒鳴り声を上げながら、あからさまにそっち系のおっさんが出てきた。普通ならこういう人たちとは関わり合いになりたくない。だが、今は非常時だ。この後はどうなってもいい。俺は心底そんな気持ちで、おっさんに車に乗せてほしいと頼むつもりだった。おっさんはドアを開けながら怒鳴り声を上げていたのだが、急に俺の背後を見ながら顔を引きつらせ、大急ぎでドアを閉めるとそのまま走り去ってしまった。俺は呆然とした。まだ足は掴まれたままだ。背後に何かいる、それだけはおっさんの反応でわかったのだが、恐ろしくて後ろを振り向けない。すると、背後から霊の歌声が聞こえてきた。そしてそれだけではなく、何か強烈な不臭も漂ってくる。俺はありったけの力で足を動かそうとしたが、動かない。そして、体をひねらせた拍子に体勢を崩しその場に倒れ込んでしまった。それでも、恐ろしくて背後を見ることができない。しかし、幸運なことに転んだ勢いで、足を掴んでいる手が離れた。そのまま這うようにその場を離れると、起き上がり全力で走り出した。この時、俺は背後を振り向き何かを見た。それは間違いない。そしてそれに、今まで感じたことのないような恐怖心を感じたのも間違いがないのだが、今思い返してもなぜか何を見たのかが思い出せない。これを読んでいる人はおかしいと思うのだろうが、そうとしか言いようがない。何か恐ろしいものを見たという記憶しかなかった。多分1キロ以上は走ったんじゃないかと思う。ポケットに入れていた携帯が突然鳴った。どうやら携帯のつながるところまで降りてきていたようだ。電話に出るとそれは A だった。電話越しに C の声もする。A が。おい、大丈夫か？今どこにいる？と、かなり心配しているようだ。俺はとりあえず無事なことと、広い道に出ていることを伝えると、B はどうなった？無事なのか？と聞いた。A によると、B も無事で、三人で一緒に資材置き場の駐車場のような場所にいるらしい。話を聞いていると、どうも俺と同じ道を下ってきていたようで、電話をしながらしばらく歩いていると、三人が見えてきた。キャンプ地を逃げ出してからかなり時間が経っていたのか、空が白み始めている。三人に合流すると、B は駐車場の縁石に座りぼーっとしている。
とりあえず俺はみんなにはぐれた後のことを説明した。すると B が、そう、それだ、俺が見たのも。と言ってきた。姿形は全く思い出せない。でもそこに、何か恐ろしいもの、がいたのだけははっきりと覚えているんだという。A と C にそういうのを見たか聞いてみたが、二人はそういうのは見ていないという。ただ、B を追っている最中に、ずっと背後に気配と視線は感じていたらしい。話しているうちに日が昇り、周囲が明るくなり始めた。俺たち四人は携帯の地図で場所を確認すると、どうやらキャンプ地から大きく回り込んで、別の峠の方に来ているようだが、歩いて戻れる範囲ではあるようだ。本当は戻りたくないのだが、荷物も車もそこにある。戻らないわけにはいかない。俺たちは3時間かけて、キャンプしていた場所まで戻った。戻ってみると、一見何も変化がなく、荷物もテントも車も来た時のままだ。しかし根拠はないが、4人とも、またあれが来るんじゃないか、と内心ビクビクだった。中の荷物をまとめようと俺がテントに入ろうとした時、中からあの強烈な腐臭がしてきた。俺は、うわっと声を上げて尻餅をついた。別のところで荷物をまとめていた A、B、C が何事かと寄ってきた。俺が、やばい、なんかテントの中からあの匂いがする。と言うと、真っ青な顔で B が、マジか。と後ずさりした。A が、とりあえず外から中を探ってみるしかなくね。と同様気味に言ってきたので、外から棒でつついたり石を投げたりして内部の反応を見てみた。しかし、何の反応もないし気配もない。C が恐る恐るテントの窓を覗き込むと、見える範囲には何もいないっぽい。と言ってきた。俺は夜消してテントの入り口を開け中を覗き込んだ。中には俺たちの荷物がそのままだ。パッと見た限りでは匂い以外におかしなところは何もない。ただ、よく見るとテントの中央あたりが黒くすすけている。まるで何かそこでぼやでも起きたような色で、特にそのあたりの腐臭がひどい。俺たちはなるべく匂いを嗅がないようにしながら荷物をすべて外に出すと、テントを川で念入りに洗い、匂いを完全に洗い落とし、荷物をまとめると早々にその場を逃げ出した。帰り際、麓の小さな町でそれとなくいろいろ聞き込みなどもしてみたのだが、結局あれが何なのかはわからなかった。というより、山そのものに、曰くも何もなかった。と言った方がいい状態だった。その後、俺たちには特に何も起きておらず、結局あの晩に起きたことの真相は、今現在まで何もわかっていない。ただ、今でも俺は少し暗闇が怖い。常にではないが、たまに真っ暗の闇の中から、あの何か気配や歌声が聞こえてくるんじゃないかと、不安になる時がある。以上、これが1年前の出来事のすべてです。イッチの話も終わり、イッチを称えるスレミンたち。しかし、そんなスレミンたちとは対照に、心がすさんでしまっているスレミンも。その後もスレミンたちの話は続きました。ご視聴ありがとうございました。今回はこれで終わりとなります。また近々お会いしましょう。おやすま。